どうもプロのタケコタクニャンです。どうもみなれのタケコのシーヤです。ジュニアのアクスター1万円分買ってみたー。イエーイ。約10体ぐらいおアクスターを美術全身に持ってるんですけど、意外や意外、退職1個ってこと。今日はジュニアちゃんにプレゼントということで嬉しい。このチャンネルではチャンネル登録者10万人目指してますので、ぜひジュニアが好きな方はチャンネル登録と本当にお願いします。お願いします。それではエビバディゴー。10体ってさ、こんなちっちゃいのに収まるし、すごい軽いんだよね。ちょっと言い出してもらっていい？で、10体ってなんかちょっと、私生々しくてなんかやな、10個って言って。逆にそういうことによってじゃない？なんか誰もそんなこと思ってないのに、私だけなんか、ティーヤがなんかそういういやらしいみたいなこと言う、あなたの脳みそがいやらしいみたいな。どう？みんなどう？感じになってるよね。みんなどう？ 10体、ね、いや、下手そうだよ。変態性が高いこと今言ってるよ。10体ってなんかちょっと、ジーヤちょっと、やーなーってなって。そんな力出しすぎ、もう。すごい、見て見て、すごい、ちょっと裏返しになったや。YouTuber 用引いて見てこう、ランダム的な。そう、じゃあ1万円からいきたいと思います。せーの、ピュッ。ん、あー出たー高橋恭平級。よく分かったね。コメントできたんだけど、このアクリルを刺すときにここを押さないでみたいな。なんでバキッていくんだって。できるだけ根元を押した方がいいよってコメントきてた。ジーヤちょっと上から押してた時あったかもしれない。そう、それやると折れちゃうんだって。あとさ、今気がついたんだけどさ、なんかちょっと熱い気がするんだよね。マジで？マジ、ちょっと比べてみよう。はい、同じですね。あ、同じ同じですね。錯覚ー。はい、にゃんちじゃあにゃんちゃんいきまーす。はい、せーの、じゃん。あ、これミジキだ。赤だから。うわぁ、ミジキ、ミジキ、ちびき、すごい、今ちょっと近すぎて老眼で見よくね。ちびき、なんか今回ね、和だね、和だね。ハイハイジェットは、なんかね、ミジキが提案したらしい。下も上がるだよ。いい感じじゃない？いい感じ、いい感じじゃないこれ。にんち、何かな。せーの、ぴょん。和装？あ、え、だ、え、猪狩くんじゃない？あ、猪狩くんだ。すごい、和装。すっごいのけぞってるんじ。見えない。ホワイトデー返したことありますかっていうので、猪狩くんが返したことありませんって言ってて、うん、頼んでないから頼んでもらえない。独特だね。あ、これジアの人からこうやって。違う、どんどん繋げていくのか。順番があるでしょ。順番だね。にんち、続いては楽しいね、これね。こちら、じゃん。納品明細書。にんち、せーの、じゃん。また新しいパターンだ、これ。あ、イッチェーだ。イッチェー、イッチェー、え、かわいい。なんか傘持ってる。なんで？雨の日とかはいいんじゃないですか。あ、雨の日に、あのカフェでね。雨の日のカフェ。え、嬉しい。ね、イッチェー、かわいい。嬉しい、嬉しい。楽しい、楽しい、これすごい楽しい。しかもちゃんと自分の推し今のとこ弾いてるよ、みんな。いや、すごい、そうだね、すごい。やっぱ運命のこれ、赤い糸ね、オタクの、オタクがよく言うね、赤い糸で結ばれちゃってるやつですか、神々。何？あ、ダメだ、殺しちゃって。わしは寝起きだけど、あなた起きてからもう3時間くらい経ってますよね。2時間くらい経ってます。にんち、せーの、ぴゃん。え、誰？あー、わしの推し。はいはい、わしの推しです。はい、どうぞ。ちょっと待って、当てる。はい。え？こんな子推しにいた？ A グループの A って出て見えてる。そう、あ、ちゃんの大勢。あ、ねえ、読んだ、ねえ、読んだみたいな。福、なんちゃらくん、大勢、福田くん、惜しい、大勢、深澤くん、大勢、福、福森くん、福、福も、も、福も、福もといえば福本。はい、正解。おお、正解じゃないのよ、ちゃんと覚えてねえ。楽しいんだ、これ、ほんとマジで。せーの、じゃい。これは誰だ？言わないで。あれだ。ほら。これわかるよ。あれ、見て。これわかる、これわかる。これわかる。なんも、折山直くん。あー、もうダメだね。え、ちょ、マジ、諦めるね。もう、ジア多分無理なんだ。折山直くんじゃなかったら誰？中村海人くんです。あー、ウミンチュとね。だから、ジアは、ウミンチュはウミンチュ知ってんの。トラジラアクネがウミンチュが好き。うん。少年忍者では、折山くんが好き。これはもう、覚えてんの、ジア。だけど、ビジュアルと区別がつかないんだよ、ジア。でも、うちはないよね、折山くんね。あるよ。そんなことも忘れたの？じゃじゃーん。ほんとだー。見てー。すごーい。中村海人だー。あ、これ中村海人？あはは、ほんと折山直じゃなかった。ごめんなさい。あ、これ、あ、ほんとだ。にんち、下はなんかわかんないですよ。これなんなんだろうね。ちょっと見て、あの、ウミンチュが使ってるその私服が、あの、ほぼ100万円近いっていうので、なんかやってたね。そう、話題になってんの、ね、今。あ、もうにゃーちゃんリーチです。にん
せーの、ぴょん。あ、これ羊だからまさかとくんじゃない？まさかとくんだよー、かっこいいねー。誰かに似てるの誰？すごい雑な風に英国風のカフェの時よくない？この人。あ、そうだね、おしゃれな感じね。そうそうそう、アフタヌーンティーのね、アフタヌーンティー的な時によくない？あ、なんてなったの？それはないだろ。それはないだろ、それはないだろ、それはないだろ、よーく考えて。せーの、あ、これ黄色だから大将くん。大将くんじゃない？大将くん、大将くん。かわいい、また傘さしてるよ。ちゃんとコンセプト分けてんだね。和装、猫、傘、羊、うん、これは何なの、トラジャマ。これはこの壁っぽい。壁？壁？テーマ壁？壁っぽくない？これレンガ。トラジャタンの方教えとして、これテーマは壁ということなんでしょうか。なんかレンガ。いや、ほんと大将くんは好き。もう見えてないよ、自分。あ、ごめんなさい。せめてこうしてよ。こうしたらさ、もう見えないじゃん。目の。せめてこうして。こちらは、トロンボーン方式にして、ちゃんと。にゃんちせーの。あ、ちょん。あー、これ。じじいやじゃない？誰？え？ねえ、これクイズじゃないから、別に。ねえ、じいや。じいや、これクイズじゃないのよ、別に。ちょっとマジでわかんない。ちょっと待って。これは難しい。あ、わかった。ゲンゲンじゃない？あ、そう、ゲンゲン。ここさ、開けてたからちょっと分かりづらかったよ。テーマ、壁のゲンゲン。壁の。ヤンちゃんとね、映画見たのね。誰だ、なんだっけ、何の映画、なんてやつだっけ。幸せになったらあの鐘が鳴るみたいな。まあ、時計が題材だったけどね。あ、だからだ。だからだ、正解じゃないか。そう、正解してないから。正解してないのか。青空のもと、君に恋した。お前も分からんのかーい。そうやっちゃって、青空の下で内臓を食べたい。ねえ、せめて水槽にして。水槽か、ねえ、その、ざっくりと内臓だってちゃんとさ、ピンポイントで水槽にして。V? はい、正解、正解いきます。君が落とした青空。そんなだったっけ？にゃんちということで、最後、にゃんちゃんが1個、G が引いてください。バナナーン、ね、せーの、あ、ごめんなさい。急にそんなレパートリーいらないんで、ここすいませんけど。せーの、ぴゃん。はい、誰ですか？すごい、ちゃんと隠してる、自主的に。あ、なにわだよね。お、知ってるよ、わし、あ、知ってるこの子。あ、わし分かった。大西、大西光輝。誰大西孔明、孔明。ねえ、いつの時代、光ってる感じの名前だったよ。あー、でもまあ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 、テルキ、まあ光ってる。行きましょう、大西流星。流星か、流星、星の方か。はい、ここに書いてなかった。何よ、何で書いてきた、今探したよ。にゃんちぃ、うえー、これで1万円のオブジェです。すごー、豪華だね。これをね、やっぱさ、飾るスペースがない人もいらっしゃるじゃない、うん、そんな時のためにジーヤちゃんはこれに取ったら、段取り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 、チキン、段取り。はい、行くよ、じじゃーん。こうやって、にゃんちゃん、にゃんちゃん、ちゃんとポンポンプリンの絵柄がついてる。そう、土台無理これ。あ、もう重なってってもいいんだよ。重なってても平気だね。重なってってもいいんだよ。いける、18体ぐらい。うん、ワンチャンワンチャン。20体近く重なっててもいけるんだったら。ということで、またアクスタ開封してほしいなと思った方は高評価。それでは皆さんも明日お幸せに。あれ、これ大丈夫？あれ、おじいちゃん、おじいちゃん大丈夫？大丈夫？二次被害、三次被害でございます。